はい、皆さんこんにちは。ステージアライブスーパースターの元気なおじいです。さあ今回ね、この話題の続編です。ティリン、はい、アマゾンマーケットプレイス詐欺ね。これね、たまたまね、さっき引っかかったんだけど、いや、ググってみた。結構もう何人かの方がこれ情報出してくれてるね。これね、とんでもない詐欺だよ。これお金を騙されたらマーケットプレイスに申請すれば返してくれるんだけど、問題はそっからなんだね。いろいろ3パターンがあるみたいなんだけど、これね、やばいね、これ。海外発送だから到着までね、時間がかかるって言われてね、時間引っ張られたりとか、荷物の番号がね、でたらめだったりね。で、アマゾンからね、業者がお金を受け取ったらね、アカウント削除して逃亡しちゃうっていうね。この場合はマーケットプレイス保証を申請して返金をもらえばもうそれで OK です。面倒な時間と面倒な処理だけがね、被害となるっていう、まあそんだけなんだけど、まあ、笑って過ごせるんだけど、次のパターン、じゃん、これ、注文した数日後にね、在庫切れだからキャンセルしますっていう連絡が来て、で、その後にね、アマゾンを装ったメールで返金されますって通知が来る。来るよね、そういうメールがね、よくね。で、もう返金されるからいいだろうと思ってて、安心して確認しないでおくと、返金されないまま、マーケットプレイス保証の期間が過ぎちゃって、もう泣き寝入りになっちゃうんだね、ほんと。マーケットプレイス申請が、もう申請期間外で却下、NG になっちゃいます、この場合。その場合、購入金額が実被害になってしまいます。これね、Amazon を装ったメールがね、本物かどうか、ね、ちゃんと確認するとか、あとは返金処理がちゃんとされたかどうかね、そこのところはちゃんと確認しないとやばいです。これがパターン2、実被害が出ます。で、パターン3の場合、最悪。こちら、ね、購入した時の個人情報、ね、名前と住所と電話番号が利用されます。詐欺ショップのプロフィールで使われてしまいます。ね、で、その場合、その詐欺業者がね、詐欺ショップで詐欺をするわけだから、もう問い合わせが殺到するよね。金返せとか、警察通報するぞとかね、殺到の連絡がもう、ひきりなしに来ると思います。そしたらね、弁護士からね、内容証明まで来てね、金返せみたいなね。無実が証明されるまで、無駄な人生を過ごすことになります。無駄な労力と時間と経費が実被害になります。ね、まあ、その場合ね、マーケットプレイス詐欺なんでね、被害を受けた方がマーケットプレイス保証をね、受けて、で、アマゾンに対してね、被害者であることが証明されればいいけど、それがまたね、面倒なことになるんだよね、結局ね。なのでね、今回ね、ふざけるなよ、この野郎って感じでね。で、私でもすぐにキャンセルしたけどね、情報がもう行かないでキャンセルになってればいいんだけど、ちょっとあれって考えてからあれしたんでね、まあアマゾンのね、お姉さんはね、まあ多分大丈夫だと思いますよって今言ってるんだけども、やばいよね。だってもう、注文が完了したらさ、だって注文が完了しましたメールが来てるわけでしょ。で、通知しましたって来て、で、キャンセル受けたまわりましたね、キャンセル通知を送りましたよね。で、キャンセル処理ができましたって、その一連の流れがだってもう、相手に伝わってるんじゃないかなと思ってね。やばくてしょうがない、これね。だから、これはね、引っかかってはいけません。で、いろんな YouTuber の方がネタでね、来るのかどうなのかってね、もうネタで注文して、いや、やっぱ来なかった、で、マーケットプレイス保証でね、お金が戻ってきた、ちゃんちゃんで済めばいいけど、そうなったら自分の名前に使われて出品されたらなんからね、そうなったらめんどくさいよ、本当。で、YouTube で確かに小銭稼げるかもしれないけど、もうそれを超えるね、はるかに超えるね、経費がかかるかもしれないよ。そんなわけでね、マーケットプレイス詐欺、流行ってます。皆さん、気をつけましょう。怖いね、本当。今回はね、短い動画で終わります。もう、やばいから。引
っかかってはいけません。甘い金額に引っかかるな、これだけではねおかしいと思ったらね、まず調べましょう。そこです。おじいでした。またね。